スタンド使いはこいつだ。なにスタンドなんだね、それは一体。それは考えられんぞ、ジョータロウ。このテニール船長はスピードワゴン財団の紹介を通じ身元は確かだ。信頼すべき人物、スタンド使いの可能性はゼロだ。ちょっと待ってくれ、スタンド。一体何を言ってるのかわからんが。ジョジョ、いい加減な推測は惑わすだけだぞ。証拠はあるのか、ジョジョ。スタンド使いに共通する見分け方を発見した。何？それはスタンド使いはタバコの煙を少しでも吸うとだな。鼻の頭に血管が浮き出る。みんな何やってんだ。嘘だろ、ジョータロウ。ああ、嘘だぞ。だが間抜けは見つかったようだな。ジョータロウ、なぜこいつが怪しいと分かった？いや、全然思わなかったぜ。え？だが船員全員にこの手を試すつもりでいただけの行動だぜ。渋いね。まったくオタク渋いぜ。確かに俺は船長じゃねえ。本物の船長はすでに香港の海底で寝ぼけているぜ。それじゃあてめえは地獄の底で寝ぼけな。フフフ。トラブル、嘘と裏切り、未知の世界への恐怖を暗示する月のカード、その名はダークブルームーン。てめえらと5対1じゃさすがの俺も骨が折れるから、正体を隠し一人一人順番に始末してやろうと思ったが、バレちまったしょうがねえな。5対1でやらざるを得まい。この小娘が手に入ったのは俺に運が向いてる証拠。今からこいつと一緒にサメの海に飛び込むぞ。当然てめえらは海中に追ってこざるを得まい。俺のホームグラウンド水中なら5対1でも相手できるぜ。人質なんか取ってなめんじゃねえぞ。この空城城太郎がビビり上がると思うなよ。なめる？これは予言だよ。特にあんたのスタンドスタープラチナ、素早い動きをするんだってな。自慢じゃないが俺のダークブルームーンも水中じゃ素早いぜ。どんな魚よりも華麗に舞い泳げる。一つ比べっこしてみないか。ついてきな。海水たらふく飲んで死ぬ勇気があるならな。するより早く攻撃してくるなんて、そんな。海水をたらふく飲むのはてめえ一人だ。アブデル、何か言ってやれ。占い師の私を差し置いて予言するなど。10年早いぜ。